回のタイトルはビックル訴訟 SEC ビックル社ともに使用期限の延長を要求です。ぜひ最後までお付き合いください。ビックル社と SEC の間で長く続いていた法廷闘争は解決に近づきつつあり、焦点は救済関連の準備書面に移っています。最新の動きでは SEC がブリーフィングスケジュールの変更を要求し、ビックル社がそれに同意しました。裁判所の決定を待つ間、この訴訟には最新のマイルストーンがあります。新たな締め切り期限の可能性、 SEC は救済策に関する冒頭報告書を完成させるためにさらなる時間を要求しました。期限を2024年3月22日に変更し、9日間の延長を求めています。ビックル社はまた異議申し立て準備書面の期限を2024年4月22日に合わせて10日間延期するよう求めています。裁判所が承認した場合、 SEC は2024年5月6日までに返答準備書面を提出しなければならないことになります。救済段階は非常に重要です。ここで裁判所はビックル社が過去に7億7000万ドル相当の XRP を機関投資家に販売した際の連邦証券法違反に対する罰則を決定することになります。考えられる罰則、具体的な結果を予測することは困難です。弁護士のジョン・ディートン氏など一部のアナリストはビックル社が訴訟費用を超える罰金を課せられる可能性はないと考えていますが、その訴訟費用は昨年の DC フィンテックウィークでブラッド・ガーリングハウス氏が明らかにしており、すでに1億5000万ドルを超えているといいます。しかし SEC はより実質的な財政的影響を確保することを目指しています。おそらくビックル社告訴後の機関投資家向け販売に関する最近入手した情報を利用してより高い罰金を主張することになると思われます。ビックル社は2022年と2023年の監査済み財務諸表、機関投資家向け販売に関連する告訴後の契約の詳細、2020年12月以降に行われた販売からの収益に関するデータを提供しています。暗号アナリストのザック・レクター氏は最近 YouTube で行われた SEC 対リップル訴訟の分析でいくつかの洞察を提供しました。同氏は告訴後の XRP の機関への販売が有価証券とみなされれば、リップル社の不正送金責任は最大30億ドルに達する可能性があると示唆しています。これらの日付と今後発表される救済措置の概要は、裁判所が検討している潜在的な罰則についてのより簡単なタイムラインと洞察を提供する可能性があります。ビックル対 SEC の訴訟は最終判決が当局のデジタル資産規制への取り組み方を形作ることになるため、依然として暗号通貨業界全体にとって極めて重要な出来事です。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。